どうもクレンです。まずはチャンネル登録をお願いします。さて今回はまた不労所得は可能なのかということを検証中のこの、動画でまた新たな報告をしたいと思います。皆さん不労所得は可能だと思いますか？今実際私が自身の100万円を投入して検証中でございます。完全自動売買というね、このツールを使って現在運用中でございます。最初にちょこっと簡単な設定はありましたが、運用開始以降はまさに日々口座を覗くだけという、まさに完全自動、それを地で言っているような今取引が行われていると。一般的にね、自動売買というと何か大きなイベントがあるときは手動で、そのシステムを止めてくださいといったようなものが多いわけです。それって完全自動売買じゃないですよね。一部手動が入ってるわけですから、完全自動ではない。しかしこれもね、最初の設定というのはありましたが、その後はまさに完全放置ということになります。まさしく完全自動売買ツールということは言えるのではないでしょうか。前置きはそのぐらいにして、実際に4月の25日に100万円を入金し、26日から運用が開始した。ただ実質4月はもう28日以降、そしてゴールデンウィーク期間中はどうやら一切運用はストップされていたようですので、これは私がしたわけではなくて、運用者がストップしていたということで、私は何も触っていません。実質26と27、4月はこの2日間だけ運用していました。で、25日に100万入金、26日にいきなりもう、6000何がしかついて、27にはさらに1万プラスで、28、29と、もうこの辺は、お休みに入られたということで、そのまま5月に突入。そしてですね、このゴールデン期間中、この6、7、日曜日まではもう一切動いてません。7見てみましょうか。これはね、先ほどあの4月の末の、利益から 30% という、手数料、引かれた後のこの金額になりますので若干減ってると思いますが、この1日から7日までずっとこの金額のまま表示されていると、こんな感じでね。そしていよいよもうどうやら8、8日から再開したようでございます。8日にはさらに6000ぐらい増え、9日にはさらに5000ほど増え、10日にも4000ほど増え、7000増えということで、昨日までで、100万が103万3632円。これは4月の末でね、1回利益から 30% 引かれてますけど、大雑把に言って、営業日にすると1、2の、3、4、5、6、6日、実質6日間の運用で3万3000円ついているとした場合、だいたい1日あたり5500円。だいたい見てると土日はどうやらお休みしてるみたいなので、月間20日間稼働すると考えれば、100万円を投入すれば、今のペースでいけば一月11万円ぐらいが手取りで、利息じゃないですかね、運用益としてこちらにいただけるという感じになりそうですね。どうでしょう、皆さんそれどう思うか、それぞれの価値観もありますので、多いと見るか少ないと見るか、それは分かりません。でも安定性という面でもね、安全性という面でもそんな悪くはないんではないかというのが私の印象ではありますけれども、このままのペースでいければということではありますが、そのままね、この10万例えば11万ついたとして、それを引き出すか引き出さないか、それも自由ですし、それをそのまま翌月以降も運用資金としてそのままにしておくというのもありでしょう。ある意味複利的な効果がそれは望めるということですから、
さらに利回りをアップするということでしょうか。まあ、今現在103万3632円、100万が103万3632円に増えているという現状をお伝えしたいと思います。まあ、不労所得というのはね、まあ、究極ではありますけども、まあ、それがあれば、まあ、楽にあればね、それあったで、うん、それにあるに越したことはないんですけども、逆にちょっとね、人間が堕落してしまいそうな、そんなイメージもありますし、ですのでこれはやはり人生生きていく上でごく一部こういったものがねあれば、例えば月にこれで11万あると、そしたらまあ普段、仕事して稼ぐ上で、まあ、10万あればいいやと、それで20万、それであとネットで副業してもう5万でも10万でも稼げば、まあ、25万30万手取りであるじゃないかという見方もあるし、まあそれ以外にね、お金をある程度ストックしてあったやつで、まあ、私なんか裁量取引でもやってますから、それ以外の、株とかそういったもので取引をして、まあ、利益を上げるという、まあどうでしょうね。まあ最終的にはもう本当に働かなくなるってことはないですけども、今まで副業でやってたネットのそういったビジネス、そしてもうこういった株売買だけで生きていくっていうのもありでしょうし、まあ、実質そうですよね。テスタさんとかももう今専業トレーダーなわけですよね。だからああいった生き方も全然ありだと思うんですけども、まあそれにはねある程度やっぱ才能も必要でしょうし、なかなかねみんながみんなそうできるわけでもないということもあります。まあこれはね、とりあえずまあ5月末まで続けてみてどんな結果が出るのか、ちょっと皆さんもね楽しみにしておいていただいて、そういうのもあるのかということで、まあ、選択肢の一つとして考えていていただいてもいいかもしれませんね。まあ、結果次第ではということで、今回は短いですが以上となります。ではまた。